影の塔を作るきっかけとなったアイデアを思いついたのはどういうとこから？これはあれですね、あの子供の頃のその影踏みっていう鬼ごっこよく遊んでたんですけれど、まあそれが元になってますね。それを思い出したのがきっかけじゃん、影踏みは。そうですね、あの公園で子供たちが遊んでるのを見た時にたまたま鬼ごっこやってたんですよ。で、子供の頃鬼ごっこって言ったらなんか高さ鬼とか色鬼とか、そのうちの一つがまあ影鬼だったんですね。なんとなくそれを思い出したっていうところがスタートという感じですね。じゃあ一番最初はさ、企画書を書いて、実はこの1個前の企画の時になんか塔を登るゲームを作りたいなって思ってたんですね。で、それにじゃあ影くっつけたらどうなんだろうって感じで、まあちょっといろいろ合体させて作ったような感じですね。これ作ろうと思うんだけどどうかなっていうのが出てきた時に、デザイナーとしてはどんな印象を受けました？まあ、他のゲームにはない変わったこうビジュアルになるであろうっていうことが分かったので、まあ、その点ではもう非常にこう期待が持てるタイトルであるっていう感じで受け取れました。じゃあプログラマーとしては、はい、純粋に、面白そうだなと、自分で遊んでみたいと思いました。で、まあ、この企画はぜひやろうと。ただその後に作るの大変そうだなということに気づきまして、ちょっとだけ後悔します。音楽的にはどうなの？まず影の音って何だろうっていう疑問から入ってですね、どういう音をつけたらいいんだろうっていう、こうことを考えたりしまして、すごく面白そうだなと思いましたね。なるほどね、はい、例えばじゃあ基本的なアイデアになったようなものとかってあったりするの？根岸の競馬場跡地っていう、まあ、ちょっと廃墟になっているところなんですけど、はい、この建物が非常にその趣深いというか、まあ、たまたまそれちょっと写真見かけまして、あ、これいいな。最初のその塔の企画の時も、まあ、ここを舞台にしたいなっていうのもあったんで、まあ、それちょっとイメージにさせてもらってます、ね、以上、影の塔誕生秘話でした。